はい、こんにちは。いつも聞いていただいている方、どうもありがとうございます。今回が初めての方はよろしくお願いします。ただ翼です。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。今日は何の話かというと、戦略についてです。戦略で忘れがちなんですけれども、すごく大事なことを3つに絞ってご紹介をしていきます。3つのポイント、戦略での3つのポイントは何でしょうか。それでは最後までぜひお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今日のテーマは戦略についてです。皆さんは普段の仕事で戦略を作る機会、どれぐらい持っていらっしゃるでしょうか。大きなものだと経営戦略とか事業戦略はすごくレイヤーの高いものですし、あとはマーケティング戦略、営業戦略、プロダクト戦略、それぞれのレイヤーで戦略があるんですけれども、何か関わっている機会、関わってはいらっしゃるでしょうか。で、今日はですね、お話をしていきたいと思っているのは、戦略でこう大切にしたい考え方、時としてこう忘れがちになってしまうんだけれども、これは忘れずに大切にしたいと思っていることを3つに絞ってご紹介をしていきます。で、まず最初にですね、3つ何があるのかを簡単に言って、そこからもう少し補足をして掘り下げてみていきます。はい、1つ目、大切にしたいことは、戦略とは目的に始まり目的に終わるです。2つ目、理想の戦略とは、戦いを略して目的を達成する、戦いを略せないか、戦いをせずにできないかという視点、これが2つ目です。で、3つ目に大切にしたいと思っているのは、戦略の肝はやらないことにある、何をやらないかを決める、これが3つ目になります。はい、では順番に3つについてそれぞれ見ていきましょう。はい、1つ目、戦略で大切にしておきたいと思っているのは目的なんですね。戦略というのは目的に始まり目的に終わるというふうに私は考えます。で、この目的に始まって目的に終わるとはどんな意味なんでしょうか。これはそもそもの話になるんですけれども、戦略とはそもそも何でしょうか。私の戦略への一言の定義があるので、そこからご紹介をしますね。戦略とは、目的を達成するためにやることやらないことの方針、これが戦略です。もう一度繰り返しておくと、戦略とは目的を達成するためにやることやらないことの方針です。目的を達成するという、上段のこう概念というか、位置づけがあって、目的のために戦略がある。で、戦略というのはやることやらないことを決める、そしてやることに対して、自分たちが持っているリソースの配分をこう決めていく、リソース配分の指針ですね、これが戦略になります。で、目的に始まって目的に終わるの目的に始まるというのが今の、戦略とは目的を達成するためにやることやらないことなので、まず始まるというのは目的があって戦略に降りてきます。目的ありきというのが戦略なんです。で、目的に終わるというのは、戦略は目的を達成すればそれは成功したと言えるので、あくまで目的を達成するためにやるもの、目的を達成すれば戦略が、終わるという感じですかね。これがすごく大事、つまり戦略というのはあくまで上位に目的があるもの、ここの位置づけ、目的を忘れないにしようというのが大切な一つ目の戦略におけるポイントになります。はい、で、二つ目に、考えたいと思っているのは、戦略のその、文字からなんですね。で、戦略という漢字を見てみると、戦いと略すと書いていますよね。で、ここから言えることは何かなんですけれども、戦略とは戦うことが前提にあるのではなくて、あくまで先ほどの一つ目のポイントにもつながるんですけれども、目的を達成するためにあるんです。したがって必ずしもこう戦うことが前提ではなくて、前提は目的を達成することなんです。したがって、相手との戦いをこうガチンコで真っ向勝負を必ずしもする必要がない、むしろ戦うことによって自分たちのリソースを消耗する、使いすぎてしまうことを防ぐためにも、戦わずして目的を達成するというのが、ある意味でこう一番綺麗なというか美しい戦略でもあるなと私は考えるんです。したがって、戦略を作るというのを戦うことを前提にするのではなくて、あくまで目的を達成するために最適なアプローチ、こう山を登るときにどんな山の道を登っていけばいいのかというイメージなんですけれども、相手と同じことをやって戦わないという意識、これも大切かなと思います。はい、では3つ目のポイントを見ていきましょう。3つ目のポイントは何だったか覚えていらっしゃるでしょうか。戦略の肝というのは何をやらないかを決める、
で、ここにあります。で、1つ目で戦略の私の定義をご紹介したんですけれども、戦略とは目的を達成するためにやることやらないことというふうな説明をしました。で、ここでポイントにしたいのは、その後者であるやらないこと、これが何かなんですね。でよく戦略の話を聞いて、よくよく聞いてみると、あれもこれも全てをやるというような、こうてんこ盛りのような戦略を聞くことがあります。皆さんも普段目にされる、お聞きになる戦略の中で、全てをやるんだという中身になっているもの、こんなものはないでしょうか。で、このあれもこれも全てやるというのは戦略ではないと私は考えるんですね。なぜかというと、戦略というのは自分たちが持っている有限のリソース、例えば予算とか人ですかね、あと時間もあると思います。で、こうした有限な貴重なリソースをどう配分するかであって、それを全てにおいてこうやり続けるというのはリソースが許さないと考えるんです。したがって、しっかりとやらないことをまず決める。で、やらないことがあるからこそ、裏を返してやることが明確になるんですよね。で、そのやることの中でしっかりと予算を投下する、リソースをどういうふうに配分するか、例えば ABC という3つの、リソース配分先があって、 A には 50%、 B には 30%、 C には 20% といったような、これはあくまで簡単な例ではあるんですけれども、その前提には ABCDE という選択肢があって、まず D と E をやらないと決める。そして残った A と B と C の中でリソース配分をする。まずは何をやらないかを明確にする。このやらないことが明確であるものほど、戦略としてはこれをやらないというのが、組織で共有ができていると望ましいかなと考えます。何をやらないか、ここに戦略の肝がある。これは覚えておいて損はない考え方かなというふうに考えます。はい、今回も貴重なお時間を使って最後までお付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルはビジネスセンスを磨くというコンセプトで毎日配信をしています。次回もぜひ聞いてみてください。またチャンネル登録をしてフォローいただけると新しい配信を見逃すことがなくなります。まだの方はぜひチャンネル登録フォローをよろしくお願いします。それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。